どうも池袋友の会です、今見ていただいた通りですね、ここ 1,2 ヶ月ぐらいずっと悩まされている、水槽の中の虫ですね、残念ながらまだ完全に駆除しきれてはおりません。まあ、あれがそもそも何の幼虫なのかって言いますと、ユスリカですね。ユスリカの幼虫、まあ、俗に赤虫とか言われている虫ですけれども、熱帯魚の餌用とかでね、ペットショップで冷凍赤虫キューブとか売ってるじゃないですか。あの赤虫ですね。生き赤虫っていうのは売ってんのかな、売ってないか。生き糸ミミズとか売ってますけど、糸ミミズっていうのは糸ミミズっていう生き物で完結してるんで、なんかの幼虫ってわけではなくて、まあ羽化しちゃったりはしないんですけど、赤虫はだってね、何日か経ったら蚊になっちゃいますからね。生きたままストックするっていうのは難しいと思うんで、まあ、多分生き赤虫ってそんな売ってるとこないと思うんですけど、まあその赤虫ですよ。まあ魚の水槽だったらね、発生したら食べてくれるぐらいいんですけど、まあ亀を飼ってるとですね、魚一緒に入れてるとね、魚を食べちゃったり、メキシコカガメは魚食わないだろうけど、でも噛みついて多分傷ついちゃったりするんだよね。メダカなんかだと、この巨大水槽に入れるとですね、多分フィルターに吸われちゃうと思うんですよね。だから捕食者を入れとくっていうわけにもいかないし、それは人の手で駆除するしかないんですけれども、これがなかなかね、これだけでかい水槽だと隅々まで、目を光らせて駆除するっていうのがなかなか難しくてですね、まあ何回かフィルターごとリセットしたりしてるんですけど、なかなか根絶には至ってないですね。でそもそもユスリカっていうのはもう千何百種類とかいるらしくてですね、うちに発生してるのはなんかもう一見蚊なのかハエなのか分かんないぐらい、まあ普通にこう飛んでるところを見かけたらコバエだと思うでしょうね。私も最初ハエだと思ってたんですけど、まあ、コバエと思うような1ミリぐらいので、体が緑色をしたやつですね。まあ、それもね、よくよく調べるとユスリカの仲間っていうことで、まあ、幼虫はねあんまり違いがないですからね、もう明らかにユスリカの仲間っていう、まあ、確かにね、人間の血を吸う一筋島かとかと似てる形のユスリカもいるんですよ。去年またまたの水槽に発生したユスリカっていうのがね、その大きめの、まあ、よくいるユスリカっていう感じのね、一筋島かと姿形は似たような感じで色が茶色いんですよね。それが発生した時は確かにね、その蚊の成虫の体格に比例してですね、赤虫もまあよく見る赤虫っていう感じでね、大きめの幼虫だったんですけど、今回発生しているのはやっぱ明らかに体格が小さい赤虫になりますんで、まあユスリカの仲間っつっても、まあ、幼虫も成虫も大きさが小さいものになるということですね。でなんとかね減らせないかと思って、今左上に映ってますけど、テラピン水槽のフィルターの上に置いてあるのが電撃殺虫灯ですね。これを設置して、まあ、今はね部屋の電気も全部ついてるんですけど、特に部屋真っ暗になると常夜灯みたいな感じでずっと24時間つけっぱなしにしてるんで、真っ暗な中明かりがそこだけついてるんでね、そこに虫が集まっていくわけですよ。で真ん中の青い電気のところに、まあ、電流が通っててですね、それに触れるとこうバチンと結構派手な音がして、焼け死ぬわけですね。で下のトレーのところにボトボト落っこって、定期的に、まあ、虫の死体をね掃除するわけなんですけど、これはね先週の日曜日ぐらいだったかなに届いて、まあ、ちょうど1週間ぐらい使ってるんですけど、まあ、それまでに取れたその虫の数っていうのが、もうトレー開けるとね、もうパッと一目瞭然なんですけど、もう一匹たりとも
一匹残らずユスリカなんですよ全部。他の虫一切混ざってない、全部ユスリカだから、まあいかにこのうちの中でその虫が繁殖して、循環してるかということですね。まあもうこのね、だんだん寒くなってきてる季節ですから、あんまりこの外から虫が入ってくるってことはなくて、だからもう全部うちの中でこう循環しちゃってる、その一種類の虫だけが発生してるっていう感じになると思うんですけども、全部ユスリカで、何匹ぐらいかな、まあ300匹ぐらいはね取ってると思うんですけどね、300、まあ、いくかいかないかっていうぐらいかな、まあ、ちゃんと数えてないんですけど、さすがにねそれぐらいの数の虫がいると気になりそうなもんなんですけど、その生地小さい種類のユスリカなんで、普段生活しててね、もう本当に目の前10センチぐらいとかをね飛ばない限りは気づけないんですよ。だからなんか虫がいるかどうかもこうして生活してるとよくわからないですけど、まあ、明らかにその幼虫は水槽の中で繁殖してるもんだから、まあ、いるのは間違いないんですけど、そんな感じでね、でまあ成虫も取れてるわけですからね、その何百匹と、まあその電撃殺虫灯っていうのが発生した成虫をね 100% 取ってくれるのであれば、まあ、これをずっとつけておけばいずれ、まあ、幼虫が羽化したところで、その羽化した成虫が全部その殺虫灯に吸い寄せられて死んでくれれば、まあ、交尾して水槽にまた卵を産んでっていう循環がなくなっていくわけなので、だんだん数も減ってくると思うんですけど、なんかねそのあたりよくわからなくて、テラピン水槽は金曜日に水替えした時に結構ウールマットに虫がついてまして、で羽化した成虫がその上部フィルターの中で死んでたりしたので、そこはね念入りに掃除してですね、でそれ以来、土曜日曜と2日間テラピン水槽の中でユスリカの幼虫は見かけてないんですよね。だから今のところあっちの方はだいぶ駆除ができてきたかなという感じで、でカラグール水槽の方は最初虫を発見したのがねカラグール水槽だったんですよ。でこっちは1回上部フィルターのろ過装を掃除してでセットし直したところ、カラグール水槽はねほとんど出てこないですね。1週間以上は多分カラグール水槽の中で虫は見かけてないんで、こっちはね駆除に成功してるっぽいんですよ。メキシコ川上水槽はだいぶしつこくてですね、まあ、1回本当にもう無数にわらわら出てきてしまった時に、ろ過装を1回リセットしてですね、まあ、ろ材も交換したわけなんですけれども、それからまたちょっと出始めちゃってですね、今一番虫が多いのはメキシコ川上水槽って感じになってますね。でなぜか分かんないんですけど、またまた水槽には一度も虫が出てないです。なんでなんだろうね。まあ他のね水槽とまたまた水槽の違いっていうのが一個ありまして、つけてる電気、照らしてる電気が他の水槽は全部、UVB の、電球なんですね。なんですけど、またまた水槽は蛍光灯なんですよ。もしかしたらそれによって寄ってくる寄ってこないっていうのが違ったりするのかなっていうことを思ってるんですけど、去年そのまたまた水槽に虫が発生しちゃった時は蛍光灯使ってなかったんですよ、その時はまだ。で逆にメキシコ川上水槽は蛍光灯で照らしてたんですよね。で虫なんか出たこと一回もなかったんで、
もしかしたら蛍光灯と電球で違うのかなっていうのは思ってますね。まああと上部フィルター使ってないんですよね。またまた水素は外部フィルター使ってて、これはちょっとね、あんまり綺麗にならないというか、水流が弱くてですね、なんかいまいちなんで、これどうなんだろうな、ポンプ変えればいいだけなのかな。ちょっと上部フィルターに変えようかなって思ってるんですけど、まあただ結構上部フィルターで今虫が発生しちゃってるんで、まあフィルターに関しては現状維持っていう感じですかね。またまた水素ね、その蛍光灯で全体を照らしてるもんだから、虫は出てないんですけど、苔がね、他の水槽に比べて明らかにすごいんですよ、苔の生え方が。まあそういうこともあってね、もう本当にね、もうフィルターにしろ照明にしろあらゆるものが一長一短でですね、もう完璧なものっていうのはなかなかないっていう感じなんですけれども、本当にね、虫はまあ害こそないものの、まあ不愉快なんでね、ちょっとなんとかね駆除しきりたいところなんですけどね。で、下にあるムツアシ水槽、水槽つうかムツアシケージも、まあ蓋なしのものに変えたもんですから、まあ水を張ってるわけではないのでゆすり化が発生するってことはないと思うんですけど、グラテラでね飼ってた時、一回黒ゴキブリの幼虫をね中で見かけたんですよ。ゲッと思って、でそれ以来ちょっと気をつけるようにはしてたんですけど、なんか特に中で繁殖してるとか成長してるとかもなくて、そのゴキブリはその中で見かけた一回きりで、さっきもともと使ってたグラテラから土を抜きましたけど、その中にもなんかいなさそうだったんで、ゴキブリは一体何だったんだろう。まあグラテラもね隙間ぴっちり閉まってるわけでもないので、やっぱそういう薄い細い虫は入ってっちゃうわけですよね。でメンテナンスしてる時に扉開けてたりするタイミングもあるんで、完全にシャットアウトするってことも難しかったと思うんですけど、でもまあ今回は上の天板の部分が完全にオープンになってるので、まあ、土だとハエですよね。カブトムシとか飼っててもよくコバエが発生しちゃったりしますけれども、まあ、土で管理してると今度はコバエが心配かなっていうところはありますので、まあ、ただ今のところその外から入ってきた虫というよりは、まあ、ユスリカに関してはもう中で部屋の中で完結しちゃってるんで、まあ、今この寒くなる時期にね外からコバエが入ってきて繁殖するってことは、まあ、そこまで心配しなくてもいいのかなとは思ってるんですけども、でまあコバエなんかね湧いちゃったら土があればいいだけですからね、水槽よりはそんなに気ぃ使わなくてもいいかなとは思ってるんですけど、まあ水槽やってる方はね、まあ、特にアクアリウムでも魚じゃなくてカメをやってる人っていうのは、まあ、だから大型魚とか飼ってる人は多分同じ悩みを抱えてる人も多いんじゃないかな。アロワナがいちいち赤虫一匹一匹食べないですもんね。だから大型魚とかカメとかをね水槽でベアタンクで飼ってるとね、結構こういう悩みを抱える方が多いんじゃないかと思います。私はとりあえずもうサーチ&デストロイで対応するしかないかなという感じなんで、もう見つけたら救って、で電撃殺虫灯で成虫を殺して、で、まあ、メキシコカガメなんかはそんなに紫外線の要求量が多いカメでもないので蓋しちゃった方がいいのかな、うん、ちょっと蓋をかぶせるというのを検討します。まあちょっとねいろいろ大変ですけど、なんかこう赤虫発生したことあるよって人でね、うまい駆除の方法あったらぜひ教えてほしいんですけれども、大変に気分が悪いんでね、まあ、この秋冬涼しくなってきましたけども、引き続き虫と戦っていきたいと思います。はい、で今回は、こんなところにしておきたいと思います。バイバーイ。